どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問は、遊びに夢中になっていると名前を呼んでも帰ってきません、どうしたらいいですか？はい、ありがとうございます。呼んでも帰ってきませんということで、特に何かに夢中になっている時にね、帰ってこないことって多いんじゃないかなと思うんですけども、まずね、名前を呼んで帰ってこない一番の原因って何かっていうと、皆さん名前の呼びすぎ。トレーニングとかね、しつけ教室とかやってるって多いんだけども、例えばね、今りんちゃんいますけど、例えばね、お座りさせる時もりんちゃんお座り、りんちゃん伏せ、りんちゃんおいで、ね、何でもりんちゃんりんちゃんって呼んじゃうね。名前のたんびにね、全部ね、コマンドをつけるたびに全部名前がついてるみたいなね、そういったことが多いんじゃないかなと思うんですけども、名前っていうのは呼びすぎると、ワンちゃんからすれば、まあ変な話、こちらからすると話すたんびについてるものみたいになっちゃうから、ワンちゃんたちも名前に対しての反応ってやっぱ薄くなっちゃうよねっていうのはあるんじゃないかなって思っております。なので名前に対しての反応を良くしていこうってなってくると、呼びすぎには注意した方がいいんじゃないかなって思っております。でその他にもですね、名前に対して反応しないよってなってくるのが、さっき言った遊んでる、まあ何かに夢中になったりとか、あとはね、それ以上に何かが気になっている環境っていうことですね。そういった場所だと、ワンちゃんたちは他のことに注意力が散漫になったりとか、あとは他に何かがしたいとかね、そういうのが出てきちゃったりすると、そっちを優先しちゃうことが多いんじゃないかなと思っておりますね。例えば、練習したいって思った環境で、いきなりお外で練習すると、ワンちゃん匂い嗅ぎが始まっちゃって、全然帰ってこないとかってなってくると、最初にね、匂いを十分に嗅かせてあげて、慣れてきてからね、そういう練習をしてあげたりとか、ね、あとは、音や刺激が少ないところで練習したりしながら、まあ、最初からね、難易度の高いところで練習してできませんできませんって言うんじゃなくって、難易度下げてあげて、ワンちゃんたちの成功率を上げてあげるっていうのは非常に大事になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、そういったところもね、気をつけてやっていただけたらいいんじゃないかなって思っております。あとは私たちが無意識的にやっちゃうのは、ワンちゃんたちの名前のイメージを悪くしちゃってるっていうことですね。例えばね、ワンちゃんたちがすごいお利口さんにしてる時っていうのに、私たちも名前を呼んで褒めてあげるみたいなこともなくはないと思うんですけど、名前を呼ぶ時に一番やっちゃう時って、叱る時が一番多いと思っていて、例えばね、吠えてる時に、こら、リンとかって言ったりとかね、何やってんの、いたずらしい、こら、ダメでしょとかね、そういうパターンが多いんじゃないかなと思っていて、名前呼ぶイコール、まあ、怒られるとか、捕まるってなれば、ワンちゃんたちは警戒しますよねって話ですね。なので、一番大事なことっていうのは、やっぱりワンちゃんたちの名前に対して、良いイメージがついてるかなっていうことですね。最初からワンちゃんの名前を呼んだら、無条件で、なんかおやつあげたりとか、遊んであげたりとか、褒めてあげたりってやってたら、ワンちゃんたちも呼ばれても来ないっていうわけはないと思うんですよね。ただ触られても喜ばないのに無理やり触ろうとするとか、抱っこしようとするとかね、なんか嫌なことがあるから来なくなるとか、怒られるから来なくなるとか、そういうパターンが多いんじゃないかなと思いますので、ぜひね、皆さんもね、まずね、ワンちゃんの行動で困った時には、まずは適切にね、ワンちゃんが来たりとか、その時に褒めてあげられてるかなっていうポイントをまず見ていただくっていうのと、その他にもですね、名前呼びすぎてないかな、名前で叱ったりしてないかなみたいなところを考えていただけるとね、いいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、そんな風にしてやってみてください。はい、というわけでね、中には本当に名前呼んでても反応しない子もいます。でその場合は人間と一緒で、ちょっとやっぱりお耳に問題抱えてる子たちもいたりとか、あとは急に聞こえなくなったりすると、まあなんかお耳の中でね、炎症を起こしてたりとかすると、まあ、なんかね、やっぱりね、そういう病気とか怪我とかでも聞こえなくなることもあるんじゃないかなと思いますので、ちょっとおかしいなと思ったら病院で相談していただくのもすごい大事なんですけども、まあ、基本的にはね、今言ったポイント守っていただければ、ワンちゃんたちもね、どんどん呼ばれたら来るようになってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、お家でトレーニングするときは環境を整えるところからやっていくっていうことと、一つ一つできたらね、必ず声かけてあげて褒めてあげるっていうところから心がけて、ぜひ今からでもね、また教え直してみてはいかがでしょうか。